東京カレッジのウェビナーにようこそでくさいただきました副カレッジ長の佐野正樹でございます東京カレッジにおきましては新しい知識を法制的な社会と共有をするということを目的としております本日のテーマは AI は人間を人間は AI を理解できるかということですここから先は 東京大学未来ビジョン研究センターのエマ・アリサ先生に進行をお任せしたいと思いますアリサ先生お願いします佐野先生どうもありがとうございますご紹介いただきまして皆さまおはようございます本日はこの非常に興味深いトピックの進行役を務めることができうれしく思います2人の素晴らしい我々の大学からの先生をご紹介いたします編集先生と国吉先生です 本日お二方が30分ずつ講演をされますでその後に30分間のディスカッションと質疑応答をしたいと思っておりますもし質問が終わりでしたら Q&A 機能を使ってください Zoom 機能です時間限られておりますので早速始めたいと思います最初のプレゼンテーションは編集高ュタカ,カート先生です 先生は東京大学のニューロインテリジェンス国際研究機構の機構長をされておりますまたハーバード大学脳科学センターの分子細胞生物学科の教授をしていらっしゃいます専門は脳科学と脳の発達でありますヘンシ先生お願いします Thank you. And ご紹介ありがとうございます皆さんおはようございますではスクリーンを早速共有させていただきます 本日は IRCL の作業を代表することがで,できて嬉しく思っております。えー 東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構を代表してお話をさせていただきます。3年前立ち上がった組織です。で、その非常にエクサイティングなミッションが与えられました。そもそも人間のインテリジェンス知能はどうやって発生するのかということを研究すべく立ち上がったものなんです。皆さんご想像いただくと思いますけれども、インテリジェンス知能にはいろんな定義があろうかと思います。最も共通のものが複雑な問題。 を特ししでもそれ以外の知能、インテリジェンスの定義はあろうかと思います。本当の意味でインテリジェンス、知能を理解しようと思うならば、例えば私どもの知能というものを人工的なコピーができれば、本当の意味で真に人間になるということの意味を理解することができるのではないかということなんです。もちろん、インテリジェンスの行動というものを我々見れば気がつきます。年は非常に特別な一例ななな一んですなぜならば 多くの人々が AI の海の75周年だとか受け止めているからです。このアラン・チューリンさんという方がおられます。彼は計算する機械と知性という本を発表いたしました。非常によく知られた論文なんです。というのはチューリン先生はまさにチューリングテストというものをこのインテリジェンスに課して提示したんです。例えばコンピューターが非常にインテリジェントにできたと。そそしてその行動が まるで人間と区別がつかないということであるならば、それはもしかしたらインテリジェンスインテリジェンスを持つ知能を持つコンピューターだと受け止めることができるわけです。しかしさん忘れ,られている程度がその同じペーパーの中で、彼は面白いアプローチをこの問題に対して定義しているんです。非常に賢明なアプローチでありますので、これを引用したいと思います。成人の精神を刺激するようなプログラムよりも。どうせならば。子供。 子どもを刺激するようなプログラムを作ればいいのではないだろうかこれを適切なこれに対して適切な教育を施せば成人の脳を得ることができると彼は語っているんです非常に素晴らしいアイデアではないでしょうかすなわち彼が考えるところのもっと単純な子どもの脳というものを作るんだとそしてコンピューターを教育することでもっと複雑な 成人の行動を得ることができるのではないかということを彼は提起しているんです。で、子どもの頭脳というものは決してシンプルなものではありません。ただ、非常にインスピレーションに満ちたアイデアではないでしょうか。すなわち、まさに人工知能に対する新しいアプローチにつながったものです。すなわち、脳の発達からヒン,トを得たとヒントを得たということ、これがまさに私どもの ILCNN の一つのミッションであるというふうに考えております。もう一つ、有名なケンブリッジの大学の先生がおられます。彼は インテリジェンス知能というものをもっと広範囲に捉えておりますこれも私どもにとっておきのイスピレーションとなっておりますスティーブン・ホーキングス博士です非常に有名な数理、数学者え、そして学者物理学者でいらっしゃいます彼はこう言いました知能とは変化に適応する能力だと彼はこのようにこのように語ったんです非常に広範囲にわたるこの定義これも非常に有益だと思っておりますというのは実験の可能性を開く彼,彼ですまた 知能を持つのは人間だだけではないんだといんととうことを示唆しております私どもの知性というものは2つの大きなイベントの結果なんです。1つはスローなタイムスケールに基づいているすなわち進化論です。猿から人類に進化する中、頭脳というものを自分たちの住んでいる環境に適応させてきたという流れを指しております。で我々ののというものは 適切な形でその自分たちが置かれている。その環境の中に対して適応してきたというその歴史なんです。このプロセスはまさに正規という単位で、例えばミューテーション適応を通して行われたものです。非常にゆったりとしたペースのものなんです。で、私どもつうは非常に複雑なニューロンの行使ネットワークとなっている。お互いに繋がっているんです。と、これはシナプスによって繋がっている2つのニューロンの間の繋がりによってもたらされているものなんです。 実際にこのストラクチャーその頭脳のストラクチャーがニューロ頭脳におけるニューロンのネットワークとなっている複数のレイヤーによって形成されているんです。これが今の人工知能のインスピレーションとなっております。例えばディープラーニングというものがあります。ディープなニューロンネットワークというものが今の AI の世界で見られますけれどもこれそもそもこの頭脳の構造にのとっているんです。 でもこの構造は何千年という単位で進化してきたものなんですもう一つ重要なステップがあります人間の知能というものを特定する上で定義する上でもう一つ重要なステップがありますこれは個人個人レベルのものなんです環境に対して我々はらされております環境によって我々は大きな形成がされるわけです日本で生まれてならば日本語も学ぶもしもアメリカで生まれた人間なれば英語を話すわけなんですしかしながら脳みそ 非常に同じような形で両国でスタートしているんですがしかしながらその頭脳というものはそれぞれの異なった環境に合わせて適応していくんですこれ複雑なプロセスを経て行われますこれはその頭脳の可塑性を通して行えるわけですすなわちこの回路の配線を変えていくわけですこれも今の AI の世界につながっておりますそこで少しお時間いただきましてその頭脳の脳みその可塑性を定義していきたいと思っております このプロセスは何かこれは経験に応じて脳を変えていく力ですで、私どもはもう少し具体的な定義をしようとするわけですそもそもゼロの機能は何なのかということを理解したいそうすることでその脳みそが 経験に応じてどう変わっていくのかを理解したいということです。これ、非常に複雑な質問でありまして、これはニューロサイレンスのリサーチの多くの作業を占めているわけです。角の理解をする上で、これ大きなテーマとなります。非常に優雅な形で私の同僚でありますスティブ。セブンウィンカス先生によって示されました。彼は。深夜コメディのテレビのホストにこう聞かれたんだそうです。頭脳の機能はどうなっているんですか？と5つの言葉で喋ってくれと言ったわけなんです。 でピンカンさんは非常に素晴らしい形でこに答えました頭脳の細胞はパターンで発火するんですよとどういうことかと言いますとその頭脳というものは電気的な活動に満ちているんです各ニューロンはお互いにコミュニケーションするんですその際に電気的なポテンシャルアクションポテンシャルというものを発火するんです放出するんですで私の 私のことを言葉を聞いたり朝食を食べたり動いたりする時各瞬間にあたってその行動であろうと考え方であろうと実は頭脳にその脳みそにおけるその行動パターンを反映しているんです。でその頭脳の脳みその仮想性っていうものは実際にニューロンの活動の変えていくものなんです。非常に短いものである。 失礼これまためて非常に記憶深い言葉がありますチューリン先生のペーパーが出た時ド,ドナルド・ヘプさんという新学者が非常に影響力のある論文を発表いたしましたここで彼が言っているのは繰り返し同じ時期に発火するニューロンというものは強くなるんだとそのコネクションが強くなるんだと一緒になって発火するニューロンは一緒になって強くなるんだとそして数年後また別の提案がされましたそのつなこのコネクション強化するだけでは不十分かもしれない 全てのニューロンがいずれ一緒になってその発火するかもしれないそこで逆のその過疎性の原則が出たわけです。すなわち すなわちシンクロその同期的に発火しなければ、ニューロンのリンクは失,失われるということなんです。非常に単純なんですけど、非常に正,正,正確な形でルールを表しております。経験がいかに、私どもの脳というものを変えていくのかということを示しているわけです。そこで、研究所において、私どもは可塑性について、もう少し厳密に定義を行っております。要するに脳においてやる力というものは、ずぶ分子の活動の結果なんです。いくつかの事例、ここでご紹介したいと思います。 脳の機能というのは固定の特定のサーキットで回路と行なる例えば耳から頭脳の後ろに至るまでの回路これが視覚をもたらすで耳からリレーステーションを通して私どもの側頭につながるものがその聴力をもたらすというそういったものです。で脳に関して申し訳ならば私どもの全ての経験は言うならば活動のパターンを表しているんです。これを念頭に置いてください。 ニューロバイオロジーについてまた脳の発達について話をするときにこういった背景を少しネットに置いていただければと思います多くのエアモデルは基本的な要素を逃しております実はニューロには2つの要素があるんです一つは霊気性のものすなわちお互いにコミュニケーションするそしてお互いに活性化するものもう一つ実はそれ制約するような疎開的なニューロによって囲まれている すなわちターゲット等の標的となる細胞を沈静化するようなものです。従ってその霊気とそして疎開に関しては非常に微妙なバランスがこの脳の中で働いていると。そんな結果を私どもは考えたりそして行動することができるんです。でこのバランスというものをこれすに念頭に置かなければなりません。次世代の AI を考える上ではです。なすならばこの霊気とそして疎開のバランスがあるからこそ行動のパターンが 私も脳の脳中で特定されていくんですさて開発ということで申し上げるならば発達ということで申し上げるならば面白いのは最近の研究結果によりますと一つの障害ニューロンというものが示され示唆されておりますでこれらの特徴というものを考慮しなければなりません次世代の AI について考える上でそれではどうやったらこのニューロンに関する計算可能とするんでしょうか私どもの ircn 研究機構においては4つの分野に独自注,注目しております。1つは可塑性を捉える。もう1つはその行動のパターンを捉えようとしているんです。まず申し上げたとおり、この可塑性というのは？その神経の回路を実験に応じて変えていく力を指しているわけです。でこの特徴は特に若い脳では非常に顕在化しました。これは開発のウィンドウというとおります。これは？ 要するに何日であろうと月であろう何月であろうと何年であろうと非常に重要な奇跡であるとそしてこの間その子どもたちの頭脳は環境によって変わっていくわけですでも成人になっても成熟の成熟したその安定した回路を得ることができますこれはその神,経の超神経の変調を通してです要するに注目すれば新しいものを学ぶことができるでも注目が当たらなければそれが難しくなるすなわちそれをしっかりとした 形で規定することができるということですもう一つは不合化です符号化というのは脳における行動がいかに活用されているかということを司っております例えば脳は常に外部の世界について予測しておりますもしかしたら私どもの予測とそして実際に起きていることの見つまがあるのかどうか常にこれを捉えようとしているんですだからこそ我々は世界を歩くことができるだからこそ うまく整合性が取れていなくても、新しいこともあることができるわけなんです。しかしながら、脳というのを言うなれば、オフライン的な活動をすることもありえるわけです。で、自発的な活動をする固有の骨固有の活動をすることができるこれが寝ているときに考えたり、夢を見ることがあるわけです。脳というものは休むことがありません。ですから、ircnn におきましては他の場所と違いまして、この側面に目を受けております。すなわちメンタルダイナミックスに目を向けているわけなんです。で実際に。 何千年単位の動きというものを理解することで我々の個人の活動がどんどん変わっていくそしてその生涯における過疎性も変わっていくわけなんですさて理解する上で一つ重要なのがこういった点です何かうまくいかなかった時にそれをちゃんと理解できるかどうかということでありましょう私もセンターでやっていることが何かといえばその精神疾患に精神疾患について勉強しているわけなんです例えば活動が 非典型的であるなしは可塑性が正しいタイミングで行われた行われなかった場合場合によっては疾患が発生するかもしれないスペクトラム症自閉症だったり統合失調症だったりそういったものが発生する可能性がありますこれは私どもの理解にとって重要なテストケースとなります人間の認知能力を理解する上でこれは非常に重要なポイントとなるわけなんですまた完全な形で 人工知能を実現する上でもこの点は大変重要になっていくと思っておりますそこでいくつかの指令をご紹介したいと思っておりますえ今回え次のセクションで予測についてお話をいたしますので今日は3つのカズについてご紹介いたします臨界期と申し上げました重要な時期だとこの臨界期というのは要するに人生の早い段階で脳が大幅に変わるということですで脳の滑走性があるわけですけれどもこれは それぞれの領域で仕方形で変動いたします。このような研究についてご関心があるならば最近ある。記事を発表いたしました。今年の9月のことですけれども説明がありますので、ご覧いただければと思います。そういったその機会を多々るわけなんです。例えば、その感覚であろうと聴力だとかだとか、資格を身につける機関があるわけです。その結果、より複雑な行動ができます。言葉を話すこともできるようになるんです。 そして最終的にこのおかげでもっと複雑なことができるようになる例えば計画を立てる考えるそしてその経営者としての活動をすることができるそれ指導者としての活動することもできるようになりますこれ動物のモデルをやっているんですけれどもざるながら今日時間がありませんので詳細に触れることはできませんただ今一つ分かっていることがあります霊気とその障害のバランスがあることでその緑のニューロンがこれが霊気の状況を表しておりますで赤のは そのの的なものとなもとっておりますけれどもそれぞれ違ったタイミングで違った領域で成熟することになります。だからこそなぜ臨界期というものがそれぞれ違った時期で違った領域で起きるのか分かることになります。多分 実際このレベルにおきましても複数のタイムスケールがありますいくつかが重要な時点というのがありますつまりその興奮と抑制のバランスということで、えー、我々の活動の中で発信が行えますしそしてこの臨界期の特徴性があります、えー、その細胞は何ヶ月何年という形をたどってサーカディアンサイクルを渡って昼と夜のサイクルですけれどもそしてこの 細胞というものが発展をしてきますそれが発達障害に真剣に起こってしまうわけです正しい時の行わなければこのような臨界期というのが終わってしまうのはこのエビ遺伝の活動というのがエピジェネティックな活動によって影響を受けるからですこれはコンセプトですしかしながらこういう事実を知ることによってすでに多くの興味深い観察が AI についてなされております例えば抑制と興奮のバランスが脳の中 で起こるということによってそれがダイナミックに発達の段階で変わってきますそれによっていつ脳がよりあるいは過疎性を持つか持たないかということに関わってきますこの理解臨界期におきましてシナプスのプルーニングが起こりますそれによって最適化プロセスが始まりますつまり脳の その回路をより効率的にしそして脳が使うそのパワーをより消費を減らすということができますとても重要な要素に対しましては児童でさえも十分な注意を払っていなければそれほどの過疎性を示すことはありません。 非常に活発でエンゲージメントをしているような児童に比べるとこの注意というのは重要ですどのインプットが必要なものであって生存のためにどれを無視してよいのかということを判断することが重要だからですこの臨界期というのが結局終わってしまうというのは分子この過疎性ブレーキというものによって終わってしまうということです でそれによってあまり多くの過疎性が臨界期が終わってからも続き続けるという,続くということを止めるわけです。つまりこの回路を安定化させるということもこの過疎性と同じぐらい重要なわけです。したがってここにもバランスがあるわけです。過疎性と安定性の間のバランスでそれが発達段階によって変わってきます。ここれを知るととにによっって今可能となったのは実際に この臨界期を成人の動物においても再開させることができましたそれの意味するところはこのようなメカニズムを使って再学習が可能になるのではないか現在の AI のプログラムがそれは困難を掲げている分野でありますもし一回一つのタスクをうまく習得したならばその次に新しいタスクを学ぶのが難しいというのは既に学んだことをなくしてしまうからですでも人間はそうではありません私たちは常に調整したり修正したり複数のスキルを 習得することができますこういった脳の発達の過程におきまして 最終的にはなぜ私たちはこの臨界期というものをまず最初に閉じてしまうのかということを考えなければなりません人間というのはそのブレーキのような機能があるそれによってあまりにもリワイヤーすることを防止するわけです実際にあまりに過剰な過疎性があると神経,神経系にとってはあまり良くないというふうに考えるからですそれによってこの脳損傷に対しての強靭性が高まるわけですこれが一つの事例で 発展、神経、生物学において AI において新しいコンセプトが今読まれつつあります。でも次に進めたいと思います。その本質的なあるいは自発的な活動ということを話しました。これを人間の中にも計測することができます。例えば機能 MRI を使うことによって測定することができます。実際に脳を 個人個人の中で例えば脳発達疾患自閉症を持っているような人たちについて見ることができますつまり全ての人間において脳は常に活動をしているそしていろいろな状態の間をこう移行するわけですが休んでいる時の人間というのはある一定の能力を持っているしたがってこれ渡辺先生と IRCN の研究なんですけれどもここでいろいろな多くの被験者からの画像を作ってい 使っております例えば非常に高機能の自閉性症を持っている個人から撮った画像もあります。それによると自閉症を持っている人というのはより多くの時間を使って安定的な主状態にあってそしてその2つの主状態の間の移行にはあまり時間をかけていないということです。したがいまててこのようなコンンピューーーションアプローチを使って 予測あるいはその防止ということを脳活動でこの頭脳の能力に関わるようなものに関するところを制御することができるわけです。IR 支援においては現在の機械学習を使ってこの疾病やなどを分類化しようとしております。例えば小池先生らの 研究におきまままして MRI のの画像を見ます脳の構造を見見すす脳構造あるいはダイナミックなアプローチを使ってダイナミックシステムアプローチを使って病気が発症する前に予測をすることができますそれについてその時系列的な研究もしております脳波あるいはその遺伝子の表現パターンなどを使ってしかしながら予測をすするだけででは不十分なんです実際に私たちはこれを使って介入することができます。 一つの事例として我々自身のラボからの事例なんですけれども機械学習を使うことによって実際に神経発達障害がいつ起こるかということを予測することができます。 一つ興味深いのは脳の機能としては脳変神経変調というのがありました、えー、つまりこの覚醒レベルの変化というものを外から見ることができるわけです周辺マーカー例えば動向によってこの動向のサイズが変わることによって注意が上がったか下がったかということを見ることができますこれは意味マウスの4なんですけれどもここは非常に動向が開いているということで、えー、6に比べると注意が非常に向けられている ってことわかりますマウスを使うことによって遺伝子を操作することによって注意というものを変えることができます例えばその注意権についてアセチオコロンアセチルクロリンを使うことができますこのアセチルクロリンのシグナルを使って瞳孔が開った場合には注意が高いということが分かりますしまたトレーニングをすることができます現在のディープニューラルネットワークを使ってこれらの 覚醒レベルあるいは注意レベルというものを変更することができます。マウスモデルを例えば自閉症スペクトラルム疾患とかその他の脳神経疾患に適用することができます。ここで洞孔のサイズがピンクですけれどもレッドシンドロームを発症しているわけです。この疾患というのはその MECP2 という遺伝子に障害が起こるわけです。この MECP2 を このアセチルクロリンによって復活するとこの覚醒レベルを変えるこ,とができますここで重要なのはこのようなデータをマウスから利用することができそれを使ってニューラルネットワークのリートレーニングをすることができます。 例えば患者でボストン小児科病院におきましてはレッド症候群の非常にまれな疾患なんですけれどもそういった児童に対しまして覚醒あるいは注意レベルというものを動孔のサイズあるいは心拍数の変動を見て調べることができそして人間のデータを使ってリートレーニングすることができどの人がより深刻なレッド症候群になるかということを予測することができます。したがっててここれは非常にい,い事例でありましてこのニューロバイオロイ ロジと AI が組み合わさった場合に何ができるかということです予測をすることができます人間についてそして今後何が起こるかということこの脳発達性障害について予測することができますしかしながら最終的な道のりとしてはモデルを作ることができれば AI におきまして非常に正確で それが本当に精神疾患につながるということをいつそれ起こるのかということを予測できれば非常に頼もしいと思います、えー、誰も考えたことがなかったようなチャートかもしれませんしかしながら人間の知能を十分理解することができそしてそれを忠実にコピーすることができるならばそれによってその結果とか副作用というものを私たちは認識することができます私たちのアプローチの でこれは最近取得された結果なんですけれども非常に素晴らしいリサーチャー i r c n のチーム笠井春夫先生と石井新先生で京都大学の先生ですけれども柳下翔先生のチームですこの2本のペーパーについて。 言及出しますと、いかにしてその生物学的な仮説というのが生けた動物の中で計算モデルに繋がって、それによって脳疾患を予測することができるということです。じゃあ何をしているかというと、彼らは学習を研究いたしました。これは非常に有名な実験です。パブロフの条件付けの実験なんですけれども、もう皆さんご存知だと思います。パブロフの犬ということを、この犬は報酬があるならば 何度も何度も同じトーンを繰り返されると無条件資源刺激例えば食火に対しても反応するようになるということですしたがってそのトーン音を聞くだけでこの犬は唾液をいっぱい出すそして反応をします。数年前に大きな発見がありました 脳の中のある特定の細胞がニューロトランスファドーパミンを使ってこの報酬に反応をするということですしかしそれ以上のことが分かりましたこの最初のラインで見えるようにこの黒い点線はこのニューロンの発火を示しております R というのは 報酬があった場合つまりこの場合には食料でありますそれが報酬に対して発火をするということですしかしながら何度もこの食食べ物と餌というその報酬に対して音を繰り返すようになるとこの条件刺激 CS があった後にすぐに反応するようになるわけですそういうことは新しい反応を獲得したことになりますしかしながら時にこの条件刺激だけを全く報酬なし に与えるとこの細胞は発火をやめてしまうわけですそれの示すところはニューロンが気にしているのはむしろ報酬そのものではないむしろ予測であるそして予測の正確さということですつまり報酬があるかどうかということについて従ってこれによって質問が発生いたします。じゃあ同じ分子ドーパミンが報酬に対する反応そして 報酬がないときには反応をしないということにいかに繋がっているのかということですこの脳の中の回路というものがこの学習のもとにあるわけですこのグリーンのところにあるのがドーパミンのニューロンでありましてこれが線状体です これは脳の一部において皮質からのインプットを得ますこの皮質というのは感覚情報を処理していますで、これは条件付け刺激しかし無条件刺激の場合にはこれは餌とか水に反応いたします実際に3つの重要な側面がありますこのような学習についてはこれは強化学習と呼びますこの ルールというのが報酬によって強化される。例えばこの音を無条件刺激と組み合わされると最終的にはドーパミンのシグナルが増えます。これが線状体において、それによって学習が可能となる。そしてこれらのニューローが D1。 と書かれております。この D1 ニューロンというのはなぜ D1 と呼ばれるかというと、受容体を持っておりまして D1 for ドーパミンというものを持っているからです。この繰り返し学習が起こっていくと最終的に必要になってくるのは感覚インプットだけです。反応するためにこれは非常にまあ、えー、そのジェネラルされた学習です。しかし他の音もまた反応に繋がります。つまり動物は この音が鳴ると餌という報酬を得るということを学習するわけです。こののというのは どのトーンが放射につながるかということは全く異なりますしたがってもし報酬を具体的な音に対して上げることをなければドーパミンは下がってしまいこの水状態においてドーパミンが損失されてしまいますそれによって異なる種類のニューロンの学習というものが笠西先生と石新先生によって発見されましたこれは D2 ニューロンなんですけれどもこれは D2 ニューロンとなぜ呼ぶかというとそこにある受容体というのは 2番目のドーパミンの種類だからですこれは最終的にはその反応のロスにつながりますつまり報酬を与えない音に対する反応ですそれを弁別化学習というふうに呼んでいます 今日は絶滅の話をやってみません。絶滅においてはドーパミンが上がったり下がったりということにはつながりません。実際に D1 と D2 の細胞を使うことによって正確に予測することができるつまりどのルールが反化するか分別化するかということを予測することができそれによって脳疾患の予測につながるわけです。実際にになどの場合には 例えば、統合失調症の症状の場合にはえー、その半科が行き過ぎて、弁別化が少なくなりすぎるということになります。これは2つの非常に難しい。今日は説明できないような2つの学習があります。 この同じニューロトランスミッター、えー、赤のドーパミンですけれども、これは D1、D2 という異なる受容体につながります。それによって異なる反応があるんです。細胞間メカニズムの中で、えー、これは結合を弱めたり強めたり出します。ここで重要なのはこれは2つの異なる、えー、その経路があります。えー 報酬学学習習あるるいいは罰学習という2つのの異なるものです石井先生と同僚の方々が計算モデルを作りましたこれについてこの2つの経路補修報,報酬についてこれをモデルの最後の段階で実習をするとこのモデルはその後 D2 パスウェイと比較することができ実際に例えばロボットの性能 を見ることができます。報酬を学習しているのか、罰を学習しているのかということです。最近の論文からの写真をご覧いただければと思います。例えば、ロボットが。この開かれた領域の四隅で報酬を得ることがわかる。しかしながら、その壁の方では罰が罰を受けるということがわかれば、このモデルを活用すれば d1 と d2 の経路を。 分けるるここととででその動ききを理解することができまモデルに対する入力,入力にノイズが伴う場合そして D2 の経路がもしも何らかの形で遮断された場合人工的なレスポンスがここに反省しますすなわち報酬が全く提供されなかったわけですいわば報酬の幻覚が生まれたんですこのモデルにおいてはで最終的にこれがもしかしたら非常に関連性があるかもしれませんで サイコシスなどを理解する上で重要かもしれませんその精神病性障害のような精神疾患を理解する上でこれは重要なのではないでしょうか特にその報酬の領域で何が起きているのかということを理解する必要がありますそこで予測をするわけですすなわち D2 のシステムに対する行動を修理することでこの障害というものを是正することができるんだと。でよくある第1世代なしは第2世代の反 精神病性障害のこなの薬は B2 アンタゴニストと気候薬となるということもその一例だと思います。私どもは人間の知能がどうやって発生するのか理解しようとしているんです。このプロセスは我々は発達の中で経験する全ての過程です。そしてそのおかげで社会で機能することができる。で申し上げましたとおり冒頭でその知能にはいろんなものがあります。で生物学における原則を理解することでもっと効果的な いや、場合によってもっと正確なモデルを作成することができるかもしれません。この人工知能に関して。ただ、これだけでも不十分なんです。実際に皆さんもこう思うかもしれません。ニューラインテリジェンスというのはもしかしたら人間の知能を超えることではないかと、超知能のことを超知能の顕在感を期待しているのではないであろうか、人間の知能とそして AI を組み合わせるもっとすごいものができるのではないかという期待があるかもしれません。でも今日ご紹介したかったのは、もしも知能が その軌道を外れる可能性があるということなんですぜひ人工知能を活用することでもしかしたらこのようなその逸脱の経路を何とか対応することがで,できることができるかもしれませんしたがって私の目標とゴールの一つとしてはまず強靭性レジリエンスをプロモートすることです実際に歯間が発生する前にこの神経生物学の原則を利用,利用することで避けるということですで治療をもっと促進したいすなわち障害を受けた経路が分かれば セラピーをもたらすもたらす。そして場合によっては人間の能力を超えるような認知というものを今後見出せればと思っております研究者の ILCN の数多くのチームがかかっておりますいろんなテーマをそれぞれのチームが使っておりますで、さまざまな施設がサポートしてくれておりましておかげさまで最,最先端の技術を使うことができます最先端の技術を使ったり動物モデルを使ったりえそして演算分析を行ったり私は研究者間の コミュニケーションを図るということで、また一般の方々ともコミュニケーションを図っておりま図っております。またグローバルネットワークで素晴らしいそのパートナーのネットワークを掲げておりまして、その中にハーバンダ,ーハーバンダー大学、そして児童病院、さまざまな研究、えー、研究チームがかかっております。またこのテーマに人と人間の人生に関心を持たれる方々ぜひ一緒にミッションに参加していきたいと思っております。アウトリーチもイベントもさすがず予定しております。例えば来年2月未来館 二千二十一年二月未来館でアートリシーチイベントを開催いたします。ぜひご参加ください。ユーロイントレジャーズスイ続いてアの皆様のご関心ごご意見を強く伺いたいと思います。そうすることでミッションを実現したいと思っております。まず脳の脳の機能を理解するということです。そしてこのプロセスの原則を抽出する。そうすることで新しい技術を革新的に実現したいと思っております。それがミッションの一つです。その中でその精神 ようですとかさまざまなその発達障害の問題を解決さしあきたいと思っております。そうすることで人間の知能の基盤の作成というものを考えたい。そして AI をより理解したい。そして AI もいつかいつか我々より理解してほしいと思っております。では以上です。ありがとうございました。ヘンセンさんありがとうございました。非常に興味深かったです。人間 あるいはニューロサイエンスと AI がお互いに相互作用して人間の知能を理解することに貢献しているということがよく分かりましたたくさんの質問があると思うんですけれども先に進みたいと思います次のスピーカーにお願いいたしたいと思いますもし質問が終わりでしたら QA 機能を使ってください英語でも日本語でもどちらでも結構です次のスピーカーをご紹介いたします国吉康夫先生です 東京大学の次世代知能科学研究センター長でいらっしゃいまして情報理工学系研究科の教授でいらっしゃいます専門分野はロボティクスと AI ですそれでは国吉先生お願いいたしますご紹介ありがとうございます皆さんおはようございますでは早速スライドに参りましょう さて本日のテーマですけれどもこうなっております AI ロボットが人間を理解しそして人に理解されるために何が足りないのかということを考えたいと思っておりますさてまず本日の東大カレッジのウェビナーのテーマが何かというと佐野先生から伺ったところ AI と人はお互い理解し合えるのかということだそうですで、この問いかけをいくつかのサブテーマに分けてみましたで、何点かに分けることができますこれはある意味では典型的なものでありまたよくあるレスポンスなんですけれども今の AI には全く何も理解できないのではないかということが言われております 私どもは専門家としててこう考えております専門家でない普通の方々 AI の専門家でない方々普通の方々はもしかしたら AI について誤解を抱いているのではないかと不安を抱いているのではないかと AI は勝手に何度もやってしまうのではないかということを心配しておられるのではないかというふうに察します。しかしかながら、AI、というのは 現在はあるといとうことですで AI というのはいわゆる普通のツール道具に過ぎないんだとただ多くのことができる道具であるまずは人間についての科学的な理解をもたらすための道具の一つであるとでもこれはレトリックとしてくっつかれる主張なんですすなわち一般のの方々の 不安を避けるための一つのレトリックとして活用されているセンテンスです。確かにこれた AI は確かに道具に過ぎないかもしれない。今の段階では何も AI は理解していないかもしれない。しかし、だからだからといっていつまでも AI が理解できないわけではないとも思っています。そこであえてこのように申し上げたいと思っております。AI は ものそして人間を理解できるようになるんだということを主張したいと思いますすなわち AI は人間のような脳を持つということにも匹敵する主張かもしれませんもう一つのポイントですいわゆる有名なブラックボックスの問題が取り上げられておりますこれは何を言っているかといえば人間はそもそも AI の内部に起きていることを理解することは不可能だということを主張している点です でこの問題に出する一つの対策として現在今非常に積極的に研究開発が説明可能な AI 信頼される AI という分野で行われております。でもそれを超えて我々としては真の意味のコミュニケーションそして感情の表現というものを考えるべきでありましょう。そうすることで直感的に AI の内部を理解することができるようになると思っております。これもやはりそのマインド脳に関連しているテーマだと思います。もう一つよく聞かれる質問なんですが AI が超人間的なな存在になるのかという質問です実際にこのテーマに関して対応するでは慎重さが要求されます。私であればそもそもその超人間スーパーというのは何を指しているんですかと逆に聞き返すと思うんです。自動車 電話そしててて計算機考えてみてください全部言うなれば特定の機能分野で超人間的な存在です一つの軸において超人間的なスーパーな存在であるわけですそういった意味では AI も確かにご存知のとおりスーパーな超えた存在かもしれませんでも人間を超えた超人間なのかカーツワイルスが指摘したように本当に超人間な存在なのか どんな軸を持ってそうしてるんでしょうししるでょか知識の量を指しておられるんでしょうかなしはその演算のスピードを指しているんだろうかどの軸でスーパーと特定するんでしょうかということです。そもそもその超人間性その超人間というものがそもそも存在するんであろうか。でもう一つの問いかけです。 AI は人間の脳を持つことができるのかまた持つべきか否かということです科学者としてはこう考えます。そもそも人間の脳をその再現できないと再現することは不可能だと考える科学的な根拠はありません。これを否定するということはミステリー神話を導入するということにもつながりかねません。 要するに物理の原石を超えるなしはその実世界の現象を超える何かが存在するんだということになってしまいます。例えば神だとかオカルト主義そういった次元の話になってしまうわけです。ですから科学的に考えてみれば脳というのはその物理にのっとって出来上がっているものです。それならば語理的に考えれば将来どこかの時点において 脳は確かに再現できるかもしれないと。で、自己認識をしている AI は危険なのだろうか。本当でしょうか。ここも慎重に考えなければなりません。私が思いますけれども、その認知、その意識を持たない AI の方が逆に危険なのではないかと思っています。これが本日のテーマにも全部関連性があると思っております。 さすでに内容についてこのペーパーの中で取り上げている内容をいつから表しておりますけれどもまず最初に考えましょうそもそも AI ロボットは人間の脳を持つべきなのかということについて考えてみたいと思います多くの皆さん今の AI について指摘されている問題点についてはご存知かもしれませんその一つの事例非常に有名なもので敵対的な画像と呼ばれるものです 例えば典型的な AI の応用例えばその画像認識を考えてみましょうこれは汎用対象,用対象認識と呼ばれるものでどういうことかといいますとここにある写真これを活用してその神経ネットワークに対して その写真の内容をまず教え込むわけです。この場合は、学校にで使われているスクールバスです。で、ネットワークに対して、何百万という単位の事例を持って、トレーニングを行うんです。それで、それ学習した後、システムとしては。いずれその写真の内容を特定できるようになるというものなんです。で、それを行います。で、スクールバスとして、正確な答えが上がってくるようになる。ところが。今度は。 特定のノイズというものを入れたといたしましょうで、そもそもの画像にそのノイズを加えると結果はどうなるか人間の目から見ればそんなに大きな違いはありませんねこのノイズが加わってもところがシステムは突然これは妥協だと答えてしまうんです非常に奇妙ですしかしながら特定のアルゴリズムがかかってくると 実はこういった結果につながる特定のアルゴリズムがあるんだということですどの画像でもあり得るということなんだそうですただ私どもから見ればこれはもちろん受け入れがたいのです非人間的な出力接続にもつながるということです要するにこれは予想外のことなんですさてもう一つの事例がありますこれは報酬報酬関数の接近ミスの問題です これも有名な例です。その強化学習というものが行われます。AI は試行錯誤の学習を重ねていくんです。特定のレパートリーの中でそれが行われる。で、報酬というものが伴うことがある。例えばそのアクション行動が良かったのか悪かったのか、そういったことが。 報酬という形で教えられますで、この強化学習を特定のゲームで行った例ですここでのタスクは何かというとまずボートの操作をするということですスタートからゴールまでできるだけ早く行うという操作のトレーニングですでもこの結果をご覧いただいたと思いますがちょっと変ですよね ぶつかりながらただグーグルで回っているだけですよねこれをご覧いただきますとなぜそうなってしまったのか実はここではポイントを稼ぐことがでできたんです要するに衝突するとポイントを稼ぐというものだったんですねでそのアイテムというものは一定の時間が経つとまた上に出てくるわけですでですから一定のペースで回れば無限に ポイントを稼ぐことができるそういったゲームなんですなのでこのシステムから見れば合理的なその最適化行為だということですところが私どもから考えればとてもその想定外のことだったわけでそもそもそのシステムとしてこういったことを学んでほしかったわけではありませんしたがってここで問題が何かといえばこのシステムというものはそのいわゆる常識的なものがない 私どもの意図というものをなかなか組むことはできないそういった問題が指摘されておりますさて次のものですこれは有名なブラックボックス問題データのバイアスの問題に関してです例えばネットで検索をしていただくと例えばおばあちゃんという言葉で検索するとどうなるでしょうかさまざまな写真が出てきますでもよくご覧ください かなりバイアスのかかった結果となっていますご覧いただきますとまず白人の方々ですアングロサクソン系の顔つきの方々がほとんどですねでもこれは必ずしも世界の人口を正確に描写したものではありません反映しておりませんなぜかこのシステムというのは学習をしているんです ネットにおけるデータから学んでいるんです。で、ネットにおけるデータそのものに、そもそも然当然のことなんかバイアスがさ最初からかかっているんです。ですから、システム的には正しいことをやっているんです。ところが、データそのものにすでにバイアスがかかっていた、そういった状況です。でも、その結果も受け入れ難い。なぜならば、我々はおばあちゃんというコンセプト、これは適切な形であらゆる、 人々のバランスを取った形で示されるるべきだと考えているからですですから端的に申し上げるならば AI はビッグデータから学習しているんだとただこれだけで不十分だということを申し上げたいわけです場合によっていわゆるそのいわゆるポリティカルコレク,トコレクティング的なその社会のコンセンス的なものを反映する必要がありますこれはデータそのものには存在していないものなんですですから言うならば反 反事実的なコンセプトに満ちているということでありましょうで、AI としてはどういったて,て理解することができるのかそれも問題となるかと思っておりますもう一つ有名なロボットの3つの法則についてご紹介したいと思いますこれはアシモフがま SF で提案したものなんですけれどもしかしながら非常に重要なことが指摘されていると思っています 非常に本質的に重要なことを言っているんですねその自立的な自動的なシステムに関して提示していると思っていますこれらのシステムが人間の社会で活用されるために重要な資産が示されていると思うのですロボットというのは人間に危害を加えてはならないまた行動を自己しないことで人に害が及ぶことを許してはならないというのが一つ目の法則ですこれは一つのステートメントです しかしながらロボットのプログラミングを考えてみてください。このプログラミングをすることでロボットがこの法則に従うことができたならばどうなるでしょうか今の最先手技術を持ってもこれは難しいんです。守ることは非常に難しい。というのはいつまでもいろんな可能性に対処しなければならないんです。例えば 外を及ぼさないということを申し上げましたがこれ具体的に何を意味するのかその外というものを定義できるのか例えばシグナル,シグナル信号でないしは画像で撮れることができるんだろうか物理的なものなのかないしはメンタルなものなのか社会的なものなのかですから無限のバラエティがあります。非常に目に目見えななないいそして抽象もももののの含まれるのでなかなか害というものを 提示することが難しいという状況です。いろんな問題が複雑な問題があるんです。AI として、なかなか本当に意味で社会で理解するためには、非常に複雑な問題があるということでありましょう。で、最近になりまして、様々な活動というものが行われております。そもそも AI システムに何を求めているのかということを示すさまざまな活動が行われております。すなわち人間中心 AI そしてベネフィシャルな AI の要件というものが示されているんです。でこれにはこういった要件でまとめることができます。例えば理解そして安全性そして人間,の人間との整合性そして公正さ説明可能性透明性そして協調性そして重要性という形で示すことができます。これらは実は実 さらに掘り下げることができます私は申し上げたいのは実はこれこそが本当の意味で人間の脳の脳機能でではなないいかととうことなんですだからこそ実際に AI やロボットというのは人間のような心を持つべきだというふうに言っているわけです。なぜならば非常に複雑でそして自律的な その実社会においては安全でなければならないしたがってシステムはそのためには自己モニターをすることができまた想定外の状況にも対応することができただ単にこれまでのトレーニングなどに限定されないようなその新規な状況にも対応できなければならないということ。 そして自立性なぜならば例えばこの自動運転システムを考えてみると例えばそれぞれのシステムの判断決定というものによって承認をする例えば「右に曲がれ」とか「今ブレーキしていいよ」とかっとてことを承認するということになるとじゃあ自動運転システムを持っている意味は何なんだということになるわけです。したがってシステムに自立的に自的判断させるとということ が重要になってきますそのような決断というのが信頼性が高くななければなりませんしかしそれに加えてなぜこの AI システムがそういうふうにしているのかということも理解する必要があります。つまり本当に安全だと感じるためには大丈夫なんだというふうに感じるためには システムに任せていいんだという,ふうなことで安心感が必要ですそのようなことのために必要になってくるのがやはりその自己認知のようなあるいはその共感とかコミュニケーションとか意図という意思というものの機能が必要になってくるわけです。AI ロボット自律システムで心がないものであるならば言い換えると それらは有害なここととをするるができるつまりそれを通知することなく告知することなくですつまりあなたがどこにいるかということも気にしない例えばシステムのそばにいるかどうかも関係ないそういうことになるとこれは本当に恐ろしいし危険なことで無意味なこと無価値なことだと思います。そそれが第一点ですそして 次のポイントはじゃあ AI とロボットは人間の心を持つことができるかということです。有名なコンセプトがあります。ここにありますけれども強いくつかのもちろんバージョンがありますこれらのコンセプトについてはもともとはジョン・サールが打ち出したものですけれどもこのコンセプトはストロング AI についてこれがオリジナルの言葉です。 しかし重要なのは強い AI っていうのは基本的にはこれは人工頭脳で作られたものであるけれどもそれは本当の心を持つことができるということを言っているわけです。でいろんなバージョンが存在します。しかししか私自身が本当に支持していいる考え方というののは下条介さんの ステートトメントにもんですつまりこの4番目なんですけれども自己認識的な考え方とか明確な知能というのはヒエラルキーあるいはメタライゼーションの最後にやってくるというふうに書かれております「感覚運動チェーン」の。これはアプローチとして 本当に心を持っているシステムということになりますじゃあ弱い AI の方ですけれども基本的にここで言っているのはこのシステムは一見したところ知能のあるものに見えるけれどもしかしながら心の能力をただ単にシミュレーションしているだけであるというものです AI の研究者たちエンジニアたちはほとんどの人たちはこのような 種類の AI に満足をしていますなぜならばこれが本当に心を持っているかどうかは別に関係ないしあるいはシミュレーションをしているだけでも別にいいとつまりそのシステムが有益なことをやってくれさえすればそれでいいというふうに考えるからですそれ自体合理的な立場だと思いますしかし私自身は実際 AI でも本当に有益な人間にとって利益がある AI というのならばやはり強いいい AI でなななければならないと思いますだからこそ私はストロング AI を支持するものでありますけれども現在のシステムっていうのは典型的な AI の方法の前提というのはこのようなフレームワークです。 つまりこのシステムをインプットアウトプットシステムとしてモデリングいたしますそしてデータを使ってこのプロセッシングをチューニングしていきますそれを最適化するそしてその結果として適切な出力を求めるわけですデータセットの限界の中で。そのためにはタスクを 具体化しなければなりませんインププッットトアウプットという形でしかしながら開かれた動的実世界知能においてはこのような機能が提供されておりません。脳がこの動的な相互作用に参加をして生きていこうとするためにはこの脳というのは全てのことを決定するわけではありません。ただ これは一つのメンバーでしかないわけです全体的な相互作用というのは身体とか環境を通じて行われるけれどもその一つのメンバーでしかないそして相互作用というのは常に継続的に行われていて変化をしているということだと思いますしたがってこのような見解も非常に重要ですこのような見解を取るとするならば システムが基本的にはこのような特徴を持つということであるならばこのような見せかけの機能を作ろうとしていなりません。例えばタスクを定義をしてそのシステムはそのいろいろなタスクをこなすだけだというふうな考え方ではだめでそれは別に新しい機能を獲得するための発展発達はしない。 つまり定義されたもの以上のことは学習しようとしないということではなくて見せかけの機能を見るだけではなく常に新たな機能の発達発生そして継続的な発達というものがダイナミックな複雑な環境の中で起こっていくことを根本的に考えなければならない。これは非常に 根本的に違いますつまり最適化というものが違うわけです。例えばタスクとかその領域の条件というものが違うわけです。従ってシステムは常に変化していますでそれに対応していくためにはまず最初にこのある一定の,その生成原理から始まらなければなりません。でそれをえ身体性。 ああ深くエンベッドされた機能などをそこに組み込んでいく必要があります。で創発発達的な構成論がこれになってあたります。このような種類のアプローチのためにはもちろんこれは ヒューマンサイエンスに頼らなければならないわけですけれども非常に大きなプロジェクトでヨーロッパでヒューマンブレインプロジェクトというのが進行中ですけれどもこのプロジェクトにおいては人間の脳のマッピングマウスの脳のマッピングをしようとしております。でそれをマウスの体のシミュレーションにはめていっています。それによって どのように機能するかということを示そうとしております私たちの場合にはここで重要なのはこのエンボディメント身体性ということですここではただ単に脳を見るだけではだめです常に環境を通じて行動しているということでそこから得た情報というものは構造化しているわけです身体性を通じて したがってこれらに基づいてその発達的なアプローチに基づいて私たちの疑問というのはじゃあ実際に何が起こっているのか当初の段階においてそして相互作用が始まるそれは神経系を通じて身体環境を通じて始まるで行動というのがこのような相互作用から発生をしてくる。 でこの構造というのは、えー、ニューロシステムの可塑性に補足をされるとそして、えー、継続的な発達が続くこれが仮説です前提ですそして、えー、私たちが言いたいのは身体こそが脳を作るということでありますこれまで我々はこのニューロシステムモデルを作ろうとしてきました えお医者さんたちと協力をしながらそしてデータを得ながらやっておりますこれは医学的なデータで人間の胎児赤ちゃんに関するものですそのような身体及び大脳モデルを使っておりますけれどもここにおいてニューロシステムモデルを学習をしてえ、平氏先生がおっしゃったように この学習はこのヘブドナル・ヘブの学習のバージョンがここにあってそして大脳モデルを作っていますその後に構造化をしておりましてこの接続性を脳の中で特定していきます。MRI、データを使っててそして そのコネクティビティというのを、えー、このコーティカルストラクチャーの中に入れて、えー、ニュューーロンンをシミュレーシミレョンしますでこちらでお見せしているのはシステムこの大脳のシミュレーションがどう機能しているかということなんですけれども何のインプットは与えなかったとしてもこれは自発行動に自発活動につながっているということです。これはあ乳幼児 の脳のバージョンですけれどもこれを胎児のバージョンもシミュレーションしておりますしちょっとこれは飛ばさないといけないと思いますがこれはいかに非常に複雑なニューロシステムが自発運動自発行動を 起こすのかということですこれはヘッス先生の話にも関連しておりますえこの脳疾患神経疾患の話がありましたけれどもそれにもつながるものでありますいろいろな状態の紹介がありましたで、そこで 私たちがこの神経系とシミュレーションした身体をつなげることによってそうすると身体は自発運動を発生いたしますそしてこの映像からわかるのはいかに動いているかということでこれは胎児のシミュレーションした体ですこのように筋肉が赤い線で今示されましたそしてこの動き というのは私たちがプロミングしたものではなくてこれはこの骨髄回路によってて生成されているわけですでその結果として経験の結果としてですしたがって赤ちゃんが動いている時に感覚シグナルを感じることができそれが脳に入力としていくわけです。でこの脳は パターンを取得しますその結果としてこれは拡大版なんですけれども学習ししたた後のシシミュレーションした脳ですこれは体内の感覚運動を学習なんですけれどもこれはセルフボディということで自己の体を触ったところで足とか体幹とか腕とか頭とかが乗っております。これは比較 実験ということで、えー、子どもの赤ちゃんの、えー、この体内の赤ちゃんと人工的に外から体外で学習させたものを比較させておりますつまり、えー、その環境の中において行動をさせてその結果は全く異なるものでありました。で実際に 私たちが調査をしたのはおそらくなこの差というのはある一つの ASD 学習発達障害学習能力障害に関連しているのではないかというふうに思われます。可能性としてはこの体内にいる 期間が短かったということがこの学習能力障害と相関性を持っているのではないかということでそれがある一定のヒントになりこの体内にある学習期間というのがより短くなったということによってこういう差が発生したのではないかというふうに思われます。 これを通して私どもは計測的な開発経路というものを見出そうとしている非常に早い段階から始めます胎期からスタートすするんですそしてその経験また与えられた情報の種類経験そして運動を通して与えられるさまざまな情報がその体が発達する中どう,う変わっていくかということをたどっているんです要するにその子宮兵器そして体とのコンタクトが を通して変わるそうなると環境も一変していくそうなりますと感覚というものが大幅に変わってくることになりますそして他との相互作用が始まるこれも新しい経験となるわけですしたがって徐々にこれらが違った情報の構造を与えることになるんですで継続的に変わるそれによってその脳の活動がさらに強化されるわけですさてこれをご覧いただいておりますけれども ロボットですノビという名前のロボットなんですこのロボットは9ヶ月の赤ちゃんを模倣したものですシミュレーションしたものです現実実実環境の中において人との相互作用を見る上で非常にいいシミュレーションとなっています赤ちゃんは興味を引くものにずっと目を向けていることがわかります で,でもだんだん飽きてくるとで他のものに身を向けるということが分かります。でその経験をそのシミュレーションされた脳に反映することができます。で最近になりまました私どもはその感情イモーシションシステムの研究を始めていますというのは体の脳の相互作用を考える上でこのイモーション感情というものが非常に重要だと思っています。 特にその循環器器呼吸器のダイナミックスを見ておりま,すまたその神経変調というものを見ていると例えば脳肺そして心臓がどう作用しているのかということを捉えようとしているんですそこで我々が考えているのは実はここまで考えています意識というものをどうやって捉えるかということなんです。でこのの意識というのは 統合されたパターンなんだとさまざまな相互作用の結合なんだとで体内視神経を通るさまざまな相互作用の結合なんだとこれを意識として考えております。でそれが統合されたものがその脳の構造にあるということであります。で最近になりまして他のグループによる作業もありまして実は こういったそ生までの子どもたちもその道徳心を持っているということが分かっていますそうなりますと継続的にそのようなその道徳の種に何らかの形で開発プロセスとしてつながることができるのではないかと考えていますこれ大変重要なポイントとなると思っておりますやはり 人間中心そして人間ベネフィシャルな AI を作れること非常に重要だと思っておりますそこで一番最初の質問に立ち戻りたいと思っておりますすでにお話しした内容をまとめているものだと思っておりますで、私どもの次世代知能科学研究センターでは実はこれを一つのセンターの一つのアプローチとして考えております次世代の AI というものを我々は人間 の視点から考えたいと思っております人間を理解できる AI という視点から捉えております。またそして動的な現実,現,世界の現実世界の知能ということです世界における社会におけるダイナミックな変化にちゃんと適応できるものを考えたい。これを実践 まさにその人人間そういった社会のために次世代の AI ということで考えたいと思っておりますもちろんいろんなさまざまな学問分野と理解したい研究失礼、連携したいと考えております私の方はこれで以上ですちょっと時間延長してしまって申し訳ありませんでしたありがとうございますクンニョ先生どうもありがとうございました非常に興味深い話だったと思いますそれでは先に進めたいと思いますディスカッションの時間ということで 県主先生と国吉先生の間のディスカッションとしたいというふうに思いますまず最初に私の方から聴衆の方からいただいている質問を一つ挙げたいと思います一つだけじゃないですねたくさんの類似の質問もいただいております例えば自己認識とか自己意識ということですけれども国吉先生がいかに 自己認識のある機械というものが社会に実装できるかどうかという話もされましたしヘン先生の方ですけれどもこの人間がこの自己認識というものを皆さんの科学の中でコンストラクティブアプローチを使って理解することはできるんでしょうか今のニューロサイエンスの最前線においてそれをいかに AI に適用するか。 エンジニアリングに適応するかということの研究も進んでいるんでしょうか。ということは質問はヘンチ先生に対してですよね。最初にヘンチ先生に対して。で 君先生の方からもお答えいただければと思います。最初にヘン先生の方からこの自己認識とか自己意識ということはとてもチャレンジングなトピックだと思います。ほとんどのの研究でで現在その最前線したがいましてそこでの疑問というのは動物が自己認識を持っているかどうかということこれこそもまたチャレンジングな分野だというふうに思います。 であとそのプライベートに関する研究は非常に霊長類については非常にもう心躍るものがあると思うんですけれども一番大きなブレイクスルーというのはひょっとしたらどこからやってくるかというと例えばその脳疾患精神疾患の分野で特に このような自己認識の障害が発生するというところに関連しているかもしれません AI としてはシミュレーションしようとしていますこのような条件下で何が変化をするのかということを見ていきたいでもまだまだ道のりは長いと思いますそのポイントに達するにはでも質問をよくわかりますおっしゃりたいことをよくあります自己認識自己意識というのは機械というものが最終的に自己認識を持つことができるかどうかというのが今日話していることだと思います本質的には 国吉先生のご意見をぜひ聞きたいと思いますそしてさらにこれを議論を深めていきたいと思いますがいかがでしょうかはい私の方から申し上げたいのはこのトピックつまり自己意識自己認識ということを AI の文脈で取り上げるということはしばしば回避されてきたんですなぜならば危険であるということで非常に すすすすぐその拒否する否定するるる定反応が出るだろうううというのを思うからですしかしながら私が申し上げたいのは「じゃあちょっと待ってくださいよ」と「ちょっと落ち着いてください冷静になってください」でも考えてみましょうよと。本当にそれを考えてみるとひょっとしたらこれは重要な問題かもしれません将来の AI にとって。というのは本当に このシステムが本当に少なくとも人間が何を考えてるかということを理解し人間が何を欲しているかということを理解するということを考えるのは少しであっても重要なことかもしれないということもあると思いますただ単にこれはミステリーではないとというのは一方においてニューロサイエンスというのはもうどんどん急速にこういった現象にアプローチをしているしまた 何らかの演算モデルも検討することができるかもしれませんまだその原始的な形であるかもしれないけれどもコンシャスネス意識というものにつながるかもしれません適切な正しいものをまだ現在見ているとは思いませんけれどもしかしいくつかの側面は捕まえていると思います自己認識についてシステムが 自己規律自己調整をするようになり始めたというようなところを見るとそうだと思いますしたがってこれらの疑問というのはある程度構築することができるかもしれませんでもまだ人間に対等なレベルにまでは全くないと思いますけれどもでも徐々に徐々にこの問題には対処することができるんじゃないかと思うそうであるならばやはり議論するべきだと思います 目を閉じてはならないと思いますこういった問題についてそれが私が伝えたかったポイントです梁先生ありがとうございましたで、さらに掘り下げてよろしいでしょうか編集先生あなたは今米国ベースですね国吉先生は日本ベースですで、これらの議論というものは おそらく全世界で議論されているテーマだと思うんです。私は社会か学者としてその文化的な違いに非常に関心があります。いかがでしょうか。例えばヨーロッパの方々と話をするとですね、実は彼らはこのような AI の人間化 ないしはさ、自己意識というものを技術に反映することに非常に不安を覚えておられるんです。技術エアは道具に過ぎないんだというのが彼らの考え方です。そこで、まず国吉先生にお尋ねします。いかがでしょうか？この種の自己。自己認識自己意識に対する。また、自己意識自己認識を持ったロボットは？ この議論は日本の文脈得意なものでしょうかそれともこのテーマというのはもっと広範囲で議論されるべきなんでしょうか世界的にそして編集先生にお尋ねしたいのはこの点なんですけれども米国に今おられるわけですけれどもそしておそらくその脳科学系の議論の内容をご存知だと思います AI についての動きをよくご存知だと思いますいかがでしょうかこの種の文化的な違いはあるんでしょうか このテーマについて文化的な違いを実感しておられますかもしもそうであるならばどういったら国際的にこのテーマで連携ができると考えでしょうかまず国吉先生からお願いいたしますはいわかりました実はこの点もよく定義されるテーマなんですそうですねよくあることなんですけれども日本の場合ロボット AI というのは 一般の方々から見ると、まあ友達のように受け止められているような気がいたします。したがって、そうですね。例えばあのドラえもん的な存在がありますよね。えそれからえそのえ鉄マートムなどがありましたけれども。 多分そういった背景があるから人々のその非常に AI に対してロボットに対して非常にフレンドリーな友好的なイメージを持っておられるんだと思います。しかしながらその根底はどうでしょうか文化的なルーツを考えると例えば私どもの文化の場合身の回りのもの全てを生きた生き物だと受け止めておりますよね。とと同じなんだと 動物だけではなく例えば、えー、例えば木そして石にも精神が宿っていると考えているわけですでその世界の一部なんだとしたがってこういったあらゆる生きるものと我々は共存しているんだとす全てのものに精神が宿っているんだというそういった措置があるのではないでしょうか。これがこのようなその姿勢の背景にあるんだと思います。ところが ないしょあ欧米の方々西洋の方々はどうかというとどうでしょうかまず一つにはキリスト教という要素があると思います。キリスト教の方であれば人間対それ以外のものというその大記憶として捉えがちです。 人間とそれ以外のものの存在の対峙人間とそれがべこなんだと別のものなんだと考えておられます。これがもし,かしたらもしかしたらそれがその姿勢の違いの背景にあるのかもしれません。さて実際に機械が人間のような脳を マインド、そして行動を取るべきなのかどうかというテーマ。これも非常に重要なテーマであるわけなんです。もしもこれらのシステムを私どもの社会で活用された活用するためには非常に重要なテーマであると思います。すなわちこのテーマについて、我々がどういった基本的な姿勢を持つのか、それは国際的に連携するべきだと思っております。ありがとうございました。編集先生、いかがでしょうか？コメントをいただけますか？ 非常に興味深い文化的なご指摘いただいて感謝いたします国吉先生がおっしゃる通りだと思うんです先ほど申し上げましたけれども、まあ、そのプレゼンテーションの冒頭で申し上げましたが私どもの脳というのはその経験の臨界級として非常に早い段階で建設されますどの文化で育つかによって私どもの信念というものが非常に早い段階で特定されてしまうのですで、日本の技術との関係というのは っから使てもも非常にその前向きなな肯定的なものでしたところがハリ,ウッドのハリウッド版の AI ロボットというのは非常に破壊的なわけで人間を壊すためにやってきたというようなハリウッド版の見方があるわけですね AI に関しては。従ってそうなる文化で育つとどうしても懸念不安というものを持つようになってしまうのでしょう。また確かに文化的に考えてみれば個人的な自立そしてプライバシーに対する深い信念があるわけです。 したがっていかなる形でもその第三者によるその個人のプライバシーの侵害の可能性があると人間だろうとロボットだろうとそれ非常に否定的に受け止められるわけです。で将来に目を向けると2つのことが実は起きているんです。 IoT そして AI が常に身の回りにある中で育ってきたしたがって彼らはこれ自分たちにとっていいものだと有益だと受け止めて育ってきたそうなりますとおそらくこのような技術の進化を受け入れる素地が変わってくると思います受け入れたに変化が出てくるでしょう今のコロナ禍がありますので社会的なつながりというものが非常に重要となっております。おそらく 100年前のあのパンデミックの時はできなかったようなつながりが可能となった。従って AI に関しては非常に有益だという評価が高まっているのではないでしょうか。その背景もあって。従ってこれをグローバルスケールでサポートすることができるんじゃないでしょうか。世界がこの機会としてつながるということを通してこのプラスの影響を示すべきだと思っておりますすすあありががととうございいいまま次の質質問問に行きたいと思います私自身も関心がある質問です。 幼稚園の先生からの質問なんですけれども皆様の研究固有のものでもあるんですけれどもいいかかににそれを社会に実装でできるかという話です子どもの脳の発達例えば自,発自,自閉症スペクトラムなどについては明確明快され解明されなければいけないんですけれどもこれらについてどのような方向に進むと思うでしょうか。例えば 子どもたちをそのような子どもたちを他の子どもたちにその近づけることができるかというのが一つの方法もう一つの方法は彼らはそもそも違うんだということを認めてむしろ同じ方向に進ませるというよりもその教育制度そのものを変えて彼らのその特徴を活用した方がいいんじゃないかという方向を迫ると思います。ここれれはももっとととと社会的なな意味合いということになると思うにる思んですけれども どのようにして皆さんの研究結果というのが活用されるのかということです社会においてヘン先生からいかがでしょうか何かご意見ありますかこのようなコメント質問に関しましてはいありがとうございますとても重要だと思いますこの質問は 我々科学者の責任といたしましてはやはり私たちのその研究の意味合いということを非常に考える必要があると思いますで人間の生命というのはもう一つ一つがとても重要貴重なものでありますしたがってその個人個人が重要であるというふうに思うので例えば自閉症スペクトラムというのはスペクトラムとなぜ呼ばれるかというと この人たちというのは一方で非常に能力が低下されているけれどもしかしまた他方によっては非常に素晴らしい能力を持っているということですしたがってニーズが異なるんですつまりこのスペクトラムの人たちでは他の人は違うニーズを持っているということですしたがって我々研究がどんどん進んでくるとこういった 本当に困難を抱えた人たちを助けることができるというふうに信じていますつまりもう物理的に肉体的に社会に参加することが困難コミュニケーションが取れないという人たち を助けることができますそして一方では彼らの、えー、その世界観とかその考え方ということを尊重しながらということです。これは非常に高機能性のある、えー、その自閉症のものでアスペルガー症候群などなんですけれども例えば、えー、そのこれについては、えー、このアラン・チューリンそのものも言っております。 我々は非常に多くのインサイトクリエイティビティ洞察あるいはその,をそのクリエイティビティというものをこのような人たちをなくしてしまったら人類は多くのものを失うだろうと言っているわけです。研究というのは活用されると思いますつまり脳を理解してそしていろいろな種類の方法を考え出す。そして 例えばその車椅子に乗っている人例えば障害を持った人たちを助けることができるそれと同時に彼らが世界でできちんととコミュニケーションををすすするることを可能にするわけ従って私は楽観的な考え方を持ちたいというふうに思いますけれどももちろんその人々は誤解する人たちもやはりいると思います。人間 っていうのは本当にここここもう個人差があるわけで、そしてそういった違いの一つの現れ方というのが自閉症であるというふうに思いますので、やはりそこは理解するべきだと思います。ヘン先生ありがとうございます。先生がその原則を追求するという時には、例えば社会的に人々はどの方向に あなたは進もうとしているのかというふうな疑問があると思うんですが今の答えを聞いて私も本当に同感ですおっしゃったことにこの研究者研究っていうのは社会に活用する時に人々 いろいろな特徴を持っているということをもっと奨励するような方向に進まなければならないそういう形で使われなければならないと思うので社会学者としてお答え聞いて非常に嬉しく思いました国吉先生の方もコメントありますか先生の方もこの AI の原則はこれは一般的な原則だというふうにおっしゃったんですけれども先生の研究というのが社会にどのように活用できるのかそして どのように影響力を行使することができるかあるいは社会での議論に影響を行使できるかということいかがでしょうか、はい、まず最初に ASD 学習能力障害とかそのほスの脳障害脳疾患などに関連したところでお話をしますと私はヘンセンスのおっしゃったことに同感なんです。 ちょっと一つだけスライドをちょっと急いでお見せしたいんですけれども、このスライドはヘン先生がおっしゃったことと同じ考え方なんです。つまりこれは発達の経路を示しております。我々の考えではヘン先生もおっしゃったように。 個人個人の発達というのは個々の経路というものがありますそれぞれがユニークで異なるわけです例えばある一定のテストをこのある一定の発展段階で使ったとしますそしてこのように分類するわけですこっちが定型的な発達をしている子どもこっちが非定型的な発達をしている子どもであるというふうに分類するわけですけれどもしかしながらこの全体 を見ていないいなと思います時には軌道というのはここから外れるかもしれないけどまたこっちに戻ってくるかもしれないというようなこともあるわけです。したがって言いたいのはそれぞれの個,々個人個人がどのように発達をするかというところを見るべきであってそしてその個人個人が環境条件にどのように反応するかということを見るべきです。これはとても重要なななんですなぜなら 我々のこのシミュレーションをしている発達をシミュレーションしている研究ですけれどもまだ非常に原始的な段階ですけれどもその研究はもっともっと聖地化されてくるとこの研究によってツールが提供されるつまりどのように発達というものが介入とか条件によって変わってくるのか反応するのか。 とといいうのを見るることができると思いますそれによってカスタム化適切な環境とかケアというものを個,々の個人個人に合わせた形でカスタム化するような助けができるんじゃないかというふうに思います。言い換えるならば 例えば例えばその黄金律みたいなものを作って進むというのは間違いだというふうに思います。例えば最適な人間はこうあるべきだというようなこと、もうそういうことは存在しないわけですから、そんなものを作るのは間違っていると思います。それをそもそも問題を解決しようとすることさえ間違っているんだと思います。一人の個人をいわゆる 定義された黄金律に近づけようというようなことを試そうとすることさえも間違っていると思いますそうではなくていかにある個人がより良い生活をすることができるのかというふうな視点を持つことが重要だと思いますそれぞれのライフスタイルも違うわけですからそれをするためにはどのようにその人が 生活をして世界と相互作用をしているやり取りをしているかそしてどの方向に変化しようとしているのかっていうようなことを理解するべきであるけれどもその個人のダイナミクス力学を理解するためには私たちのアプローチは貢献できるんじゃないかというふうに思います。So、ありがとととううございいいました知能について話をする時どちらかというと我々は その解決を見出そうとする急いで一つの黄金足黄金不足があるんだと考えがちですけれども先生のお話を伺って私は非常にありがたく思うんですさまざまな生活があるんだと生き方があるんだといろんな考えがあるんだとそう伺っ で安心いたしました。まさにそうすることで、社会をより良くすることができるんじゃないでしょうか。みんな一緒になってで私の方から最後の質問ですいません。いろんな質問をお尋ねして申し訳ないんですけれども、ぜひこれをお尋ねしたいと思います。これ、最後の質問とさせていただきます。実際にこのような社会を実現するためには、多分連携が必要だと思います。協調が必要だと思っております。専門家の方々との協調も必要。そして一般その一般の方々との。 ディスカッションも必要だと思っておりますでそれぞれの組織そして AI センターにしてもそして ILCN にしても非常に学際的な組織でいらっしゃいますよね梨先生の組織は。よろしければいかがでしょうか ?12 点教えていただけないでしょうかそのような学際的な議論多分社会社会学だとか。 心理学だとか経済学政治学との連携をどうやって進,むことを進めることができるとお考えでしょうかまたどういった課題があるんでしょうかその学際的なディスカッションのそのプラスそのプラスの点そしてその課題点をおっしゃっていただければと思います。また可能であれば その社会に対するメッセージをお願いできないでしょうか。専門家だけではなく、その普通の人々に対するメッセージを与えていただければ非常に有益だと思います。このテーマについてのできれば、メッセージをいただければ、非常にありがたいと思います。私ども、その市民として、一市民として、どうやったら貢献できるんだろうか。どうやったら、皆さんの研究に対して協調、協,調協力できるのか。ご指示いただければと思います。では、平氏先生、お願いします。 えどうもありがとうございます私どもが行っております研究ですけどもみんなあらゆる人あらゆるものに関係していると思っておりますまずみんな脳を利用しているんですまた脳によって我々は規定されているところがありますしたがって全ての人々はこの非常にエキサイティングな研究に関して発言権があると考えておりますミッションに関して皆さん発言権があるんです人間とそもそも何なのかという議論ですから では、研究センターとして何ができるか、非常に実は限定的なんです。確かに特定の分野での専門家が抱えております。そして、学生的な形で、そのサイエンスのレベルでは科学のレベルではやろうとしているところが、社会社会学のレベルでは何よりも重要なのが、いろんな方々からの声を伺うことなんです。で、コミュニティにおける経験が重要です。さっき、その異文化の質問異文化の違いについて、また ai についてのパーセプションの異文化の違いについてお尋ねになったで、1つの正しい答えはないんです。 それぞれぞ違ったソリューションを特定のテーマではそれぞれ見出していますそしてそれぞれの持っている視点をいかにちゃんと理解するかそれ,そ,れるそれがあるからこそ人生を豊かになりそしてエキサイティングになるわけです一緒になってよりは社会的なインテリジェンスを見出すことはできると思います。でベタとといいう言葉あまり好きじゃないですちょっと判断が 私の勝手な判断が加わりますからでも新しい形での人間について人間である人間の在り方の理解ができればと思っております。最後申し上げましたけれどもこれからもアートリーチのイベントにあります未来館でアートリーチのイベントをさせていただきます。 でその神経生物学そして臨床科学で何をやろうとしているのかいやで何をやろうとしているのかを示しするチャンスだと思っておりますでもご参加いただきたいんですニューロインテリジェンスが何なのかそして将来の姿についてお話ししますのでぜひご参加ください手を出せることでよりエキサイティングで新しいものを作ることができると思っております編集先生ありがとうございます国井先生お願いいたしますまず最初に研究ということについて申し上げるならば 我々は我々はやはりその学際的なアプローチが必要だと思っております人間の人間のマインドそしてインテリジェンス行動モデリング当然のことながら非常に重要な IRCN との連携もこの中に含まれるわけなんですまた私どもは社会学心理学の方々とも協力しています まずその研究ということで申し上げるんであれば、非常に重要なテーマが何かというと、そもそも人間は何なのかというテーマだと思うんです。命題だと思います。ai ロボットが何なのかということを考えてる時にですね。で、しかも。これらはそれが考えるところで、人間にどんどん近づいているんです。そうなりますと、そもそもじゃ人間が人間である。ことが何なのかということです。 人間たることは何なのかということを考えるとあらゆる科学ですとか哲学あらゆる分野がかからなければならない命題だと思っていますで他方ですでに講演の中で申し上げておりますけれども非常に大事なのがどうやったら将来の社会を描くことができるだろうか AI ロボット が存在するその将来の社会をどううやって描くかということいこですすよねすなわちに人間の生活を助けてくれるような人間失礼 AI そしてロボットが存在するまた技術が存在する社会はどういったものなのかということを考えなければなりません。そのためには非常に近しい形であらる関係者とのコラボレーションそして議論が必要となります。 ですので次の世界を生み出すあらゆる人々が参加しなければなりません。皆関わっているんですですから専門家だけではない特定の分野の専門家だけではありません。あらゆる人々市民の方々が積極的にその次世代の次の社会を生み出さなければなりません。我々が望むものをみんなで決めなければならないということでしょう。でそこで考えなければならないのは必ずしも古典的な考えに縛れる必要はないということです。 すなわち社会に係る古典的な概念に縛れる必要はない。自由に描くことができるんです。自由にビジョン描くことができる。人間の社会はどうあるべきなのかということを自由にこれから描くことができるんです。で描いた上で技術というものはそれに向けて進その目標に向かって進展するべきなんです。反転するべきなんです。で社会のデザインもまさに。 この技術の進展とパートナーシップを通して進展しなければなりませんですから常にこの二つは相互作用する必要がある関わる必要があるということですそして協調的に一緒になって我々が求める姿を実現するべきではないでしょうかそういった意味ではあらゆる市民すべての市民の方々参加するべきですねこの活動にそして我々は 常に議論しそして人々の声に耳を傾けていきたいと思っておりますそれは俺の考え方にも栄光をぼすことになると思っております,あり,ますありがとうございましたお二人の先生他にも非常に興味深い質問もいただいてるんですけれども本当は続けたいところなんですけれども そうなるとも一日中かかってしまうかというふうに思います。えー、これで本日のプログラムは終えたいと思います。辺先生、国谷先生どうもありがとうございました。素晴らしいご講演、ディスカッションをいただきましてありがとうございます。我々自身が社会を作るんだというふうにおっしゃっていただき心強く思います。非常に強いメッセージをお二方からいただきました。私たちがこのような議論に関与することができるんだということ。 私たちがその一般の人たちに対しても非常にいいこれは導入になったというのに思いますしいろいろな学問分野の方ブラインサイエンスニューロサイエンス AI 社会いろんな方々が参加をしてくださいましたことに御礼申し上げたいと思いますありがとうございます。